北朝鮮ではキム・ジョンウン委員長の経済関連の視察を伝える報道が続いています今回は温室農場の予定地でした今日付けの労働新聞はキム・委員長が麦わら帽子に白いシャツ姿で羽ギ北道の温室農場の建設現場を視察する様子を報じましたこのシャツ姿は祖父のキム・イルソン主席と同じスタイルと言われています 金委員長は人民の食生活を支えるための重要な事業だと述べこの一帯を黄金の地に変貌させることで党政策の正当性を実践で証明しなければならないと強調したということですキム委員長の最近の視察報道は経済関連に集中していて経済重視路線をアピールしていると見られます